いや、情報交換です。それぞれの役所の取り組み状況について、あるいはその汚染水のその後の評価等について情報交換をしたということです。野村農水大臣は官邸で岸田総理らと処理水をめぐる漁業関係への支援について協議した後、記者団の取材に汚染水と表現し問題となっていました。ご指摘の発言については遺憾なことであり、野村農水大臣に対して全面的に謝罪するとともに撤回するよう指示を出したところであります。